無意識の働きについて教えてください。幼い頃に虐待を受けたり傷ついた人は無意識の衝動に支配されてしまうと聞いたことがあります。私たちは無意識に支配されていて自由に意思決定することはできないのでしょうか。そうです違うそうね、別にトラウマ、もちろんトラウマというのはどういうことかというと、一番厳しい、いろんな定義はもう今もう百花繚乱、諸子百科なんですけど、僕が思っているトラウマっていうのは一番オーソドックスな、僕の、もう亡くなった親友の安勝正が日本にトラウマっていう概念を持ってきたうちの主要な人の一人やったんですけど、彼が持ってきた頃の基準に僕は今でも従っていて、それはトラウマの一番狭義、狭い概念っていうのは近親者、近親者じゃなくても自分を守ってくれるべき人、親であったり、ある場面では兄弟でしょうね、あるいはそれがおじいちゃんおばあちゃんの可能性もあるしあるいは施設にいる方はその施設で自分の生活を見守ってくれている方、指導してくれている方ということもあるかもしれない。要するに子供の頃、当然ある意味当たり前のようにその自分の命を守ってくれている人から、命の危険を感じるような迫害、脅迫、暴力、脅し、そういうものを受けたということ、それを一番一時的な、一番狭い意味で内堀的なトラウマというふうに僕は思ってるんですけども、トラウマっていうのはその後拡大解釈されていって、いい面も悪い面もあるの、私トラウマあるんよとかいう中にはただ単なる自己アピールもあるかもですよ、知れないわけで、いろんな考え方があるんですけども、もっとその人自身がどうしてもそこにこだわってしまって、怒りか驚愕的な、その非常に恐怖、怒りか恐怖をどうしても感じてしまい、しかもやっぱり心理学的あるいは精神医学的に捉えるのはそれが無意識である場合ですよね。そうするともう全ての人にあると言ってもいい。教義であるとそういった本当に近親者というか自分を守ってくれるべき大人から幼い頃に虐待を受けたっていう経験というものが一つのトラウマになって残るっていう、だって基本的な人間関係がすごく恐怖に彩られてしまってるわけですから、でも広く言うと逆算的に説明すると、自分が何か非常に怒りや恐怖を感じながらその場面に立ち尽くしてしまうこと、それを立ち尽くしてしまうということは何にも表現できないということじゃなくて、過剰な表現に至ることの方が多いですよね。ものすごいあるものが嫌いだ、しかも嫌いだっていうこと、嫌いだって僕は嫌いだって言えたらね、結構ねワンランクアップして、その自分自身との折り合いがついてる。ほとんどの人はそれを知的防衛、今はね、それが昔なんかはそんなに本もない、昔って言っても100年以上前というような意味ですよ。そうするとそれをすごい踊りで表現したり、歌で表現したり、あるいは叫びで表現したり、あるいは何か狩りをやってイノシシを倒すみたいな、イノシシさんごめんなさい、でもイノシシを倒すというようなことで命がけになってものすごい弓の名手になったりね、あるいは斧のなんかアックスの名手になったりっていう人もいたかもしれない。SNS がこれだけね、スマホか石鹸かっていうぐらい、知らんで調べてや、でも同じようなもんかもしれへんで、石鹸で出会えない人たちもまだたくさんおられると思うわ。要するに SNS みんなが見れるっていうことになった時に、一番のそういううっさんの場面は SNS になってきている、徐々にねなってきて、そうするとトラウマのある人が一番そのトラウマというものと付き合う上で、ある種の合理的でもあるし非合理的でもある付き合い方っていうのは、言説を書くっていうことですね。ものすごい執着して怒ってんねん、ある対象に対して、ところがその執着して怒っててもうそれを書き連ねるんやけど、本当はそれは幼児期やねん。でその時にはもう僕は何べんも本にも書いてからまたなこしょう同じこと言ってるって言われるから、まあしょうがね、ごめんね。もうそういうなんかふうに人を飽きさせるの僕大嫌いみんな、それも僕のドラムなんやろから、でもものすごい高度に知的防衛をしていて、しかもその人の書いてることがいつもある対象に向かってる時にそれはトラウマである可能性が極めて高いんですね。でまたそういう人は同じようなトラウマを持ってる人を引き寄せる信者さんをね、そういうようなことは非常に、あり得ることで、トラウマを抱えてる人は非常に恵まれない環境に育った人はそれもあります。それもすごい深刻な問題がある。でも同時にそうではない場合もある。もともと自分が持ってる素養とその周りの環境とか合わなくてすごくストレスを感じていたとかね、親との間ですごい葛藤が、いくら親父さんがすごいお金持ちでもねあったりする時に、そういう人は教育を受けますから知的防衛が凄まじくなりますね。でだから僕たちはそういうものに巻き込まれると、これはもうここから先は考えようですよ。そういうもう熱狂的にあることを批判し続ける人っているでしょ。僕はそういう人に近づきません。たとえその人がどんなに素晴らしくても、もちろんちゃんとお友達付き合いなんかはすると思いますよ。するけどもその人の思想を 100% 受け入れることはありえないですよね。なぜならばその人の裏側にその人の幼児期の頃からの怒り、うっせきした怒りというものがもうずーっとあることがある程度、まあね、この商売ばっかりしてるわけやから、商売ってこのお仕事ばっかりさせていただいてるわけやから見えるわけでしょ。で僕はそれは人それぞれですが、その中で自分が安定する人を僕は止めません。ただどうですかって名越お前言うてみって言われると、僕はそれは決してお勧めしませんよね。そういう物事、そういう苦い、なんていうのか、苦い酒酒やから依存するわけや。でも苦いわけや。そこから離脱していくっていうことが、その人の今回の、僕はもう仏教徒ですが、今回の生とか平気で言いますよ。今回のこの時間。あるいは、そんな今世とか来世とか信じられへんっていう人はこう言いましょう。つまりこの、ある時期、これ見ておられる方が20代やったり10代やったり、あるいは40代やったりして、ある人は70代かもしれない、80代かもしれない。そのかけがえのない時間、そこから離脱してもっと自由で、そして、豊かな、精神の経験、心の経験、体の経験をするとすれば、同じことに執着してまた同じことで満足を得てるっていう状態を、まあ僕の心理学、僕自身は決してお勧めしないということですよ。ですから、怒ってる人、絶えず批判してる人、その批判が正当であるっていうことは絶えずあります。ただその批判がいつも同じものに向かっている。もう自分は分かった。1回、あるいは5回ぐらい聞いたら分かった。分かった、理解した。自分なりにやればいいんですよ。もうずっとその人が同じようなことが根に持っているっていう場合、僕はそこから離れることはお勧めはいたします。けども、多くの人は、分かりますよね。離れないです。決して離れないです。心理学の数用を本当に深く踏み込んで、自分が痛くてもそのエキスを吸おうという勇気がある人以外は、離れられないと思いますね。でそれだからこそ、変な言い方です、阿弥陀様は 何兆年もかかって、何十兆年もかかって、一つの世界、宇宙の人々を救おうという遠大ななんか、祈りを捧げたんじゃないかとか思ったりもするんですけども、まあ、そういうことで、ある種の特殊な怒りには気をつけろということですね。でもじゃあその特殊な怒りとは何かっていうことは、観察力が必要ですね。それはすごく観察力が必要だけど、その本当の話言ったら、その人と1ヶ月くらいずっと付き合っていたら、ああ、この人はこの執着、この怒りの執着から結局離れられないんだなっていうことが分かってきます。それはその時には微妙に目の色が変わってくるからです。その時には人と交流だけできなくなります。そして交流しようとしたら、その人は閉ざすようになります。それはどんなに賢い人でも、どんなに社会的地位がある人でも、どんな先生でも、あるいは本当に年は行かない人でも一緒です。一緒です。だから僕は僕の中にはそういうところがあるだろうと思っています。で、見えない部分もあるだろうなと思っています。だから気をつけたいなと。そういうものに触れられると、特に一時的ですから、カチッカチッとなります。キーッとなりますね。キーッとなった時に、あれ、自分がまだ見えない執着、トラウマに、自分は毒されてる。そこにカチンと当たった。相手は自分に意地悪で言ったかもしれない、あるいは虫がつかないから言ったかもしれないけれども、それは偶然自分がまだ見えない執着、つまりトラウマに引っかかったんや、当たったんやと思うようにできるだけしています。だって残り少ない人生だから、ね、そういうことで、このトラウマについて話してくれっていうと、それは崖を登るような作業になります。瞬間の崖を。でも一つでも岩を越えたら、それだけでもこの人生は儲けものです。ずーっとそういうある自分の傷つきから執着して、あるものを悪い悪い悪い、お前が悪い、お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだと1億回も100億回も言って一生を過ごす人の方が圧倒的に多い。そのことは間接的にこういう心理学的な言葉を言わなくてもお釈迦様は言ってますね。あるいはイエス様も多分言っておられます。それからすると、あるいはある種の哲学者になっている。それからすると、たった一つの岩場を越えただけでもすごい。でもできたら、せっかく人間に生まれたので、いくつも越えたいというのが、ちょっとナルシスティックに言いますと、最も理にかなった人間の高い目標じゃないかと、僕は心理学やってるからそう思っています。僕の立場から言うと、最も高い志は、その自分の中の心の低いある種のいい執着はいいんですよ。何としてもこの人守ってあげる。でもそれがある時から変わりますね。なんか毒を放ち出します。そして悪循環に陥ります。そこからどうやってそこを同じようにその人を作ったらいい。その時にある自分の理不尽な執着から、過剰な感情から、いかに離脱するか。これを最も痛い、チャレンジなんですけど、それをできたら、いくつもいくつもいくつも超えていけるだけ超えていくと。こういうことを教えてるのは、僕は仏教だけじゃないかと個人的には思っています。で、それがいわゆる慈悲っていうことですね。仏教では愛より慈悲を説くわけ。慈悲っていうのは、相手のために祈りなさいっていうことです。一言で言うと、相手のために祈ることができるから、それこそがトラウマ治療の伝統的な意味では根幹ですね。僕の知り合いに非常に有能なトラウマ治療の専門家の心理療法士さんがいるんですけど、心理学の先生がいるんですけど、その人も多分それはうなずいてくれると思いますね。その自分が敵だと思ってる人のために祈れるか、そうしたらそれも一つの指標になるかもしれない。この人についていっていいのか、この人の話聞いていいのか、その人はしばらく怒ってるでしょう。でもその後で、あかん、この人のために祈らないといけないとその人が思えるのか。本当に心から、あ、祈ってやるわ、俺の方が偉いわじゃなくて、この人幸せになってください。まあ、そんなことね、聞くわけにいけないけど、この人はでも自分が憎んでる人のために祈ろうっていう余地を持ってるかなっていうこと、自分にも他人にも、それってすごい指標になると思います。今日はもうへんてこりんなこと言いました。ほとんどの人はこれ分かっていただけないかもしれませんけど、僕の心理学の根幹にはそういう部分がありますすいません。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じのはやりたいなと。Too much in